ドラゴンシネマナイト真夜中の映画談義に交互期待 ラジオ岸和田が、午後6時をお知らせします。お疲れ様です。山田ジャックです。<coughs> 始まりました。山田ジャックのお疲れでよ。はい、今から1時間は山田ジャックにちょっとね、お耳を、えー、傾けてね、お願いします。あなたのお耳をジャックする。はい、山田ジャックです。えー、ね、あの、雨でして、えー、今日は日、ね、 あの、カッパ着ながら、あの、あれ変なもんですね。あの、カッパなんか、大体僕カッパとか着るの嫌やから、あの、僕雨でも傘をささ,さないんですよ。いつもね、えー。もう濡れる方向で行くんですよね。めんどくさがりで。で、バイクもなかなかカッパ着るのはやめてるんですけど、ほらね、あの、天の神様はそれにね、 こう、カッパ来いひんかったら思いっきり雨を降らすんですよね。で、くそ思いながら、ずぶ濡れになって、いつも帰ったりするんですけど、あのー、今日はね、やっぱりね、ラジオ騎士はやから、えー、カッパを着て、雨降ってたからね、えー、降られてもええよーっていう感じで、バイク運転してたんですけど、ほんだらね、降れへんのよね。カッパ来たまま暑くて、 えー、ねえあのそのかっの中がもうほんとに雨,雨に打たれたんかいうぐらい濡れてましてね、えー、ちょっと今日はね女子のゲストが入るのにちょっとこう汗臭いんちゃうかなと思ってちょっとねえシュッシュでもとちょっとこう除菌をこうしとかなね <laughs> お,っすおっさんのあ,あかんところでこう除菌をしとかなもうほんまにやばいですからねえと、ー、いうことで。 山田 <laughs> ジャックなんですけど、あのー、本当にちょっとね、あのリ、リンスナーさん、特に連邦の白っぽいのさん、あれやな、いつも俺に、あの、映画ね、進めてくれて、花形くんもそうですけど、あ、あのー、いろいろちょっと今週、見たんですよ、映画。まあ、その話もあれなんですけど、特に、 あのー、連邦さんがね、とりあえず見てくれって、もう本当にって言うから、俺さ、あ、これもうネタバレになるから言えへんけど、ちょっとうがった見方を僕しちゃうんで、そんだけおすすめするってことは、なんかさ、もう、なんか、なんかほら、もう、大エンディングみたいなさ、終わり方ってあるじゃないですか。そっちなんかなーとか思ってたんですよ、勝手にね。 でもやっぱりこう、やっぱり見に行きたいから、前、あの、前日にしっかりと、うん DVD で、えー、トム・クルーズ主演、80年代のあの大ヒット、トップガン1を見たんですね。で、あー、もう、うる覚えやね、あんな昔に。高校生の時に見たんちゃうかな、俺。で、うる覚えでさ、で、と、あれ、 もっぺ見直した話もあんま覚えてへんし、で、あの MA1 が流行ったんですよ、あのトップガンを機にね。で、めっちゃ MA1 ブームいうのがあったんですけど、俺らの頃高校生とか。だけどね、MA1 来てないねとト,トップガン見直したら。あのなんかこう、革ジャンのワッペンいっぱいついた、あれな、なんとか。 M なんちゃらか、なんかちょっと高い革ジャン着てはるわ、軍門の。ね、それで、軍門のミリタリーがはやって、ほんで MA1 がはやって、MA1 が、なんかトップガンといえば,ば MA1 みたいな感じになったんやな。うん。だからあれちょっとびっくりしたな。MA1 着てないっていうことが分かってさ。で、<laughs> あまあまあ2見に行きました。 えー、連邦さん、すんません。めちゃめちゃ感動しました。めちゃめちゃ、あの、そんだけ勧められて見に行ってよかったです、あれは。僕ね、まあちょっと僕結構見た、見、えー、見て影響されやすいんで、今の僕の体感で言うたら、ここ10年ぐらいの、見た映画の中で一番良かったんですね、俺の中で。 それぐらい良かったですわ。ようできてました。やっぱりワン見てから行った方がいいですね。完全に。めちゃめちゃ良かったですね。ほんで、まあね、あのー、まあ、60歳ぐらいの設定なんですよね。トム・クルーズがね。もう、あれから30年ぐらい経ってるね。まあ、おっさんなんですよ、要は。もう、まあ、ね、ほんでまたおっさんがむちゃ頑張んねえ、もう、トップガン2で。 いろいろとね。もうあんなん、俺らの世代よりか上の世代からしたらさ、たまらんのよ、もう。おっさんがむっちゃ頑張るから。まあ、トム・クルーズやからまあ、そんだけできんねんけど、あの、なんか、元気、元気づけられるというかさ、あの、最近ね、ABC お笑い新人グランプリっていうのがあって、それを見てたんですよ。 だからさ今の子ら、えー、若手ねここあ,あれは規定が10年いい以内の若手の大会なんですけどまあ ABC お笑い新人グランプリ言ったらもう,もうね僕らの若い頃言ったらまあまあそれこそダウンタウンが取ったりとかえー、ナイナイが取ったりとか、えー、ねいろいろこう歴代のチャンピオンみたいなのがおって売れて「m ワ1グランプリ」がある前の言うたら。 えね、お大阪の番組なんですけどもそこで優勝したら東京進出が決めれてそこから売れていくっていうね大体いい ABC お笑い新人賞っていうのはみんな狙うんですよね。で今回のさあの一番最近のやつ壁ポスターが吉本の壁ポスターが優勝したんですけどまあまあ あのー、今の若手のネタを久々にちゃんと見とったらまあねようできてんねん伏線回収ね、えー、その伏線ただの伏線だけでポンって出すんじゃなくにそこでもちゃんと笑いにしてからああ面白い面白いってあったのに最後にそれが全部つながってドカーンって笑いに来るっていう。 そ伏線貼っといて、そこでも受けといて、回収する部分でも笑かすっていうね。今のコのネタの作りはようできてるわ。ほんま。俺、あの頃なんてあんな、まあ、特に俺なんてあんな伏線回収で、しなかったですよ。ほんで、最近僕、サンミュージックの方で、コントをね、作ってください言われて生徒がやる。で、そのコントを作って、まあ仕上げたんですけども、ね。 まあ、あんなん見せられたら、うわ、俺これいけんのかも、うこんな51のおっさんが書くコントをね、若い子にやらして、大丈夫なんかなとかいろいろこう思いながらも、うん、全然自分の書いたコント、伏線回収はないわけですよ。ねで、うわ、これ大丈夫かなもん、ね、でも、まあまあ面白いと思うしな。 こうなんか自分の心の中でこう迷いがあったんですけどまあトム・クルーズのね「ののトップガン2」を見て全然ええやんとおっさんはおっさんのままで頑張ったらええねんっていうねそれをこう教えられた感じでめちゃめちゃもうねあの。 ええよ俺は全然伏線回収なんかせえへんよっていうねだって51やんもんみたいな感じで開き直ってコント書きましたんでねそれまた八月の8月の6日かなサンミュージックの泉佐野にあるサンミュージックの中のライブハウスがあるんですよそこでねサンミュージックのアカデミー生がねなんか頑張る催し物があるんですよ 入場料も無料なんで、ぜひそこでね、僕、僕の書いたコントを、えー、アカデミー生がね、えー、演じてるんで、それもぜひね、えー、ちょっと泉さんの通りかなと思いますけども、ちょっと見に来ていただきたいなと思,思います。えー、まあまあ、おっさん頑張りましょう。うん。えー、ということでね、えー、皆さん、もう、<laughs> 来てくれ、来てくれという、早呼べと、おっさんもいつまで喋っとんねんというね、 そんな、えー、空気をね、ラジオの前の皆さんもね、熱、えー、を感じますわ。出さんとこかな、もう。<laughs> だってさ、明らかにこの何、このお便りの量が多いねんもん、むっちゃ。俺の二通2通とか3通とかしかけえへんのに。 もう3倍ぐらい来てんねもうね。いろいろこう、うんここ、この神の量の音、ほんま。もう読んだれへんからな、もう。<laughs> はい、えー、ということで、ね、嘘ですよ、えー。嘘ですよ。はい、嘘つきましたよ、山田ジェック。はい。ということで、じゃあ、あの、入ってきてください。今日はね、皆さん、えー、僕の大好きな、えー、ミーガールのね、

皆さん、やんばれいちゃん、頑張ちゃんもうね、ねれいちゃんです。もう飲んでますよ。はい、はい、いい感じです。ビール片手に入ってきます。二 <laughs> <laughs> 本目いただいてます。今完全に飲みながらやっとるから。二 <laughs> 本目いただいてます。二 <laughs> 本目言うてん、ね、ゆけ。大丈夫か。<laughs> <laughs> 車に一本、<laughs> 駅前でね。うん 立ちながら一本飲んできたんで三本目です実質実質3はいはいはいいい感じです <laughs> いい感じなんで <laughs> いい感じに <laughs> はいよろしくお願いしますよろしくお願いしますそうですねガンバレちゃんはい、えー、あのー いい <laughs> いやいやいやもうビール口につけてるやん一 <laughs> 年ぶりぐらいにねラジオゲストに来て、はいはい、この前は、はい、えーえー、っとサナディーがボーカルのサナディーが一緒に、はい、そうですそうです、うん 何喋ってるか分かんなかったですね。ミーガールというね、あの、僕の、<laughs> このね、ちょっと、今僕、あのーね、ね、えー、自分のオリジナル曲をエンディングに使ってるんですけど、その前にね、えー、僕ずっとエンディング曲に使ってた、ミーガールというバンドのね、<laughs> えー、スリーピースバンドなんだよね。<laughs> はい。はい。で、えー、ボーカル、ドラム、ベーシストがいて、ベースがガンバレイちゃんということでね。はい <laughs> えー、めちゃめちゃ、ね、色白の可愛い子ですよ <laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs> いだってさあのー「頑張れーちゃん可愛いからだって耳があるあ,のあれやも見に行こう」ってなっても <laughs> ほんなさ <laughs> サナディーもおもろいねんなボーカルの <laughs> あいつなんかちょっとやばいやろちょっとねうんちょっと変わってますね、うん 変わってほんで一応だってガレージパンクバンドを見ますまあジャンルは別にどうでもええねんけどなんか分かりやすく言うたらガレージパンクバンドやんかはいそうよく言われますよく言われるでしょそういうのやねんけど違うねんなんかミーガルは俺からしたらなんかもっとちょっとサブカルよりやねんサブカルって言ってますねそうそうあのまあロックンローラーっていうよりもサブカルやねん俺にとったら。 いいとイと喋った時にこいつサブカルやなぁと思って、うん、<laughs> 頑張ばれえちゃんもなんかでま子もなんかちょっとようわからへんしさうん、うん、なんか3人が3人ともなんかロックンローラーっていうよりもうん,、うん、なんかサブカルやねんな <laughs> 今日もだって頑張ばれえちゃんあれやストップひばり君の T シャツ着てうん、うん、ね着て着ていいかわいいやつね。<laughs> これジャックさんのリクエストリクエストしたはいはいこの前ツイッターで見てそれ着てる時うわストップひばりくんやって思ってそれちょっとゲストに来る時着ていてよっつって着てきましたちゃんともう俺世代はもうキュンキュンするからストップひばりくん知ってる見たことない知らないです知らんなあ銀杏ボーイズとかのジャケットで知ったんでああそうなんや俺だって小学校の頃ずっとさあの こう,こういう白い俺らの頃「もうわらばんし」ってあってんやんか、うん、もっと安いような紙 <laughs>、うん、それにさ漫画をこうって押さえたら薄くすけんねやんかわ、うん、かりますわかる分かそれかる分かる分かる、うん、ストップかる分かる分かる分かるんかる分かるもう好きでる <laughs>、うんうん 良かったです授業中ずっとこうバラシの下に映ったストップひばり君書いてたからさ青春もう青春手前もうちょっと前でねそんなあれねまさか平成生まれの頑張れちゃんがストップひばり君の T シャツを着てるということ自体が俺にとってはキュンキュンするんではい。 よかったです。よかった。よかったです。もらいました。皆さん。狙いました。狙いました。狙ってくれ。はい、今日れいちゃんさ、むっちゃなんかおトイいっぱい来てね。いや、嬉しいですね。メンバーにしか言ってなかったんで。あのラジオ出ること。 はいはいはい、あの。全く。保安の人とか言ってなかったの。言ってないで、す。さっき呟いたのが初めてなんで。うん、あ、そうなんや。はい、嬉しい。嬉しいです。まずね、えっと。<laughs> ああ、の、まあ、あの、とりあえず、あのね。えー、介護士ボクサーさんという人が、このラジオの。リスナーさんで言ってたんだんけど、その、その、お便りで。かりますええー、まあ、あの、と。 ちょっと聞いいてくださいね、はい、私も「トップガン」行ってきましたと本当に見てよかった1作目を見たのが高3ぐらいやったかなちゃんと前作を思い出せるような作りになっていて懐かしかったし何と言われても正直おっさんになったトム・クルーズのおっさんのまま頑張るところにしびれましたおっさんの、えーえー、しびれまくりやったと、ね、レイドショーで見たのですが終わって電気ついたらお客さんがほとんど私と同じ年ぐらいでした。 まああのー、俺と同じ年ぐらいの人やねんな。うん、介護士の奥澤さん。うん、えー、元気出ました。見てよかったです。うん、トム・クルーズ。と。で、今回はガンバレイさんがゲストのこと。一度、ロフトプラスワンでお見かけして、う,うわ素敵な方だなと思いました。私も元気が出たところで、これからも素敵な恋ができるよう、ウォーキング頑張ろうと思います。元気をくれたトム・クルーズと。 剣道家臣ってってる剣道家臣いうプロレスラーが好きなんでここで剣道家臣だし万歳 <laughs> ということでありがとうございますあのー、ねええーま、えっとねこのね介護士ボクサーさんは俺より一つ上やか五51人のおじさんなんですけど、えーね、平成生まれの頑張れじゃん。<laughs> あの50 前半ぐらいは範囲ですかでもあのー、ケン、ケンさん、ケン横山。<laughs> ああ、クレイジーケンバンドじゃなくて、あっちの方ね。あ、五十一二なんですよ。ええ。ここね、名前が出てこえんのがね、もうこれがおっさん。ハイスター。ハイスター、ハイね。えなんで、これ、なの話ですか。でも、浅野さんのけんさんはいけます。えなんてなんて、けんさんだったら、いけます。けんさんだったら、いけますということですよ。ええ、外語史僕さん。あの、うん。 人,人によります年齢は関係ない、ね、年齢は関係ない人によりますだからね、はい、ウォーキング頑張ってねはい、えー、素敵なすてな恋ができるようにお互い頑張りましょうね、はいえー、ということで、えー、介護士ボクサーでしたということで <laughs> と <laughs> 面白いな <laughs> みんな頑張れちゃん来るからなんかワクワクしてるよ <laughs> 本当ですかトですか 連邦の白っぽいのさんがね、連邦の白っぽいのさんこのラジオの、レイちゃんがゲストや言うてのに全然関係ない、<laughs> これ読もうかなと <laughs>、えー、ちょっと付き合ってくださいね、はいえー。連邦の白っぽいのですと、ウミガメの PV 見ました、<laughs> 思いっきり、えー、南海高野線ですねと、なんか南海電車と潜伏高速が気になってウミガメが頭に入ってきませんと。えー <laughs> 撮影場所もしかして、居所やおせっかいの前とか、というえ、ちょっと、え、話は変わりますが、え、息子さんが、え、え、普通二輪、ね、かつての中型二輪を所得しました。え、まあまあ、ちょっと、で、お化け屋敷で、え、お化け屋敷昔俺がやって、やってて、そのと、その頃に連れてきてくれはった、息子さんね。その時は中3でした。 ということで,す、ねえー、でちょっとこうまだお金が受験とかでお金がかかるので <laughs>、えー、あの新しいバイクは買わずに鈴木アドレス125に乗らせてますと。 えー、安全運転を続けてほしいものですと、えー、いうことですそれでは、えー、お話リクエスト、えー「初めての交通違反って覚えてますか?」ということなんですけども交通違反とかレイちゃんあれ持ってんの持ってないです何も全く持ってないです、うん、免あのほんなら原付も乗られへんな、はい、自転車オンリーです <laughs> でも自転車でもさなんかまあ交通違反とかあるもんねんだんだんちょっとこの頃厳しくなってきたでしょう なんかパトカーが「そこの何々止まりなさい」とかって言うてるわ。うん、なあ。ほんでさその交通事故をね交通事故とか交通違反とかは、まあ、俺もしょっちゅうあんねんけどしょっちゅうあんねんけどあの交通事故というか違反とかっていうのは大体僕ね、うん、昔からなんとなく車あんまり乗れへんのよね、うん、ずっとバイク生活やって。 やっぱりこう、ちょっと好きなことが気になったことか、二血させたい、したいよね、なんかこう、男って、こう、なんか、いいですね。こう、ガッパってさ、肩とかに腕で、二血すんの楽しいや。ないですけど、そういう経験ないんですけいやうましい。そんなんださ、 あの俺は好きでさ、うん、であと <laughs> さなんか、まあ、いい感じで盛り上がってさ、うん、<laughs> つつちょっとドライブしようかみたいな感じでこ,、ね、このあとんか若い時やで、うん、いつもいつもさそれこそ変な話さ、うん、<laughs> なんか緊張したら女入らなってくるんね、うん俺。んで今やったら俺開き直ってちょっとトイレ行くわとか言ってコンビニでも止めて。うん <laughs> とかいう頭が回んねんけど、若い時ってさ、うんうん、すごい気に、そんなんをプライドみたいな。恥ずかしい,い、ね。恥ずかしいね。うん、そう。ほんで、なんかこの後ろ乗せてる子に、うん、もうなんか痛い、出るみたいな感じでなって、<laughs> バイク止めてとか、うん、そんなんのね、のがかっこ悪くて、んなんかほんでね、何回か俺、もうじゃあ今日はもうこのまま、 駅まで送るわとか言うて駅まで送って帰らせてっていうことが何回かあるわあれはちょっと事故ってるな俺の中でそっちの方がいいんじゃないですかむしろ女の子からしたらあそうなんいや分かんないですけどその最初は最初はねもちろんもちろんねうんっていうのが あるなあうそういう事故というかいねそういう違反的なことはありましたねうん、うん、はい連邦さんありがとうございます <laughs> はいいやこなしていかないかからね <laughs> はい、えー、そうか俺なんか連邦さんでもこの前あのー、白芸で会った方ですよね白芸でお会いした一緒に写真撮った方じゃないですかそうやわきっとなんかわかりますわかります、うん、連邦さん、うん、はいね 連邦さんもお料理ね一個ぐらいお兄さんやねんけどあ、そうなんですかまたまためちゃくちゃ、ね、頑張りはんねんこの人うん,うんすんごいねうん <laughs> 何がすごいいろいろね, <laughs> ねえー、さっきさホリデスさんにお,お会いした、はい、お会たやんはい、ホリデスさんもさおっさんやからあの人でもまだ40代やねん40代のおっさんやねんけど、うん もうなんかちょっとあれやもんな下ネタ言うてたもんな。頑張れいちゃんにって言ってた。ちくわ食べてたらだから言うてたな。初対面であれちょっとギリギリアウトやな。うん、なアウト<リ>アウトです。<laughs> <laughs> はいえー、さあこっからはれい、えー、ちゃん宛てのやつが多いんかな。はい、えー <laughs> とねどれからいくかなはい、えー、ラジオネーム暮れないの焼き豚さんですありがとうございます、えー、ミーガールのライブを見たことあるものなんですがガンバーレイちゃんの名前の由来は何なんですかっていうことです。うん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 。 ガンバレイちゃん。うん、これ前もね、俺言ったけど、うん、俺らの世代、あの、ハイスクール鬼面組っていうのがあってさ、うんうん、一度レイとか、かわゆいとか、そういう名前が、名前の遊びが、がちょっと流行ったって言ったおかしいけど、うんうん、で、俺ガンバレイちゃんって聞いた時に、うん、すごく俺の中ではしっくり来たんよね、うんあ。なんかハイスクール鬼面組っぽいみたいな感じで。うんうん そうううそうそうそれは全く知らん知らんけど何、はいうん、で「がん張れいちゃんなの」が頑張れいちゃんはもう自分に向けて言ってるだけ自分に <laughs> あの周りに向けては一切 <laughs> 自分に向けて頑張れって <laughs> 頑張れれいちゃんと私「れいみ」っていうのが名前本名なんで、うん、それに「頑張れいちゃん」うん、最初はいろいろあったんですよ だからそ,れそれにそれで「頑張れちゃん」が一番しっくりきたはおかしいんですけど、うん、なんとなくそれでやってる、うん、<laughs> やってる理由っていうよりは、うん、自分へのなんていうかこう自分への、A A、エールってたらおかしいうのはそうですそうですはい「頑張れちゃん」うんまあ、名前変わることあるかもしれないんですけど <laughs> まだまだでも1年前と一緒やね今のところうん、うん、あ,のあるんですよここに到達したいみたいな、うん

<laughs> ありがとうございます。<laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> ええ<ー笑>。はい、つほんま <laughs>。ちょっと待ってな、ええ <laughs>、はい、こっちから行こう。えー、えー、とね。<laughs> ラジオネーム、すみディーさん。はい。ラジオネーム。はい ーさん前もね、<laughs> はい、1>, 1年前のラジオに送ってくれた記憶があるな。うんうん、こんにちはということで、えー、今日はミーガールのレイミちゃんが出演されるとのことで、恐る恐るお便り送らせていただきました。いろいろと質問したいことがあるのですが、ラジオに載せ,せられそうもない質問が多いと思い、<laughs> ここはぐっとこらえて、うん <laughs> えー 今まで実は聞いたことがない質問をさせていただきますと <laughs>、うん、ミーガールではかっこいい佇まいから繰り出すガツンとしたベースがめっちゃロックなレイちゃん <laughs> レイミちゃんですがベースを始めたきっかけとか <laughs> ミーガールの楽曲でレイミちゃんが心がけている音の出し方など教えてほしいですということです <laughs> この言葉もリクエストをめっちゃ真面目やん リクエスト、レボ、え、なんて読むの、これレブ、レボ、レボ、え…レビーオスってあるあー、うん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 。イエイエの、イェイイェイをお願いしますっていうことですけど、あの…書けないです、ごめんなさい。<laughs> いや、お疲れビューはね、曲書けないんですよ、はい、すみません。と、えー、というこここで、あの…ここの えー、ウィーガールの楽曲のレミちゃんが心がけている音の出し方とか始めたきっかけとかですよねうん、うん、ベースを始めたきっかけとかすごい単純なんですけど、うん、高校生の時絶対軽音に入りたい軽音楽部に入りたい,りたい、うん、楽器を始めたいバンドをしたい、うん、っていうのあったんですけど、うん、楽器とかそのこれがしたいとかは特になく、うん その高校入学した1日目に部活見学、うん、クラブ見学行って、うん、そこでベースしてるのがかっこいいな音とか聞いてかっこいいな<ー>みたいな、うん、もうただそれだけですボーカル以外だったら、うん、だからドラムでもギターでもよかったぐらいの。 なんか来たん、こう刺さった。なんか、ーンみたいな。ドーンみたいな。で、多分、その時にしてたベースの人がかっこよかったと、本当そんな単純な感じ。せやね。うん、うん、え、で、心がけてる音の出し方とかあるの。好きな音はあるあります。あります。尖ってて。うん。うん。あ、な、な、なろう。表現が難しいよね。うん、うん、あるんですよ。その。 な、なんやろうえー、こんなじめな話できひん。音の出し方の、まあうん、でもいろいろやってみて、うん、初心に帰りましたこの前のスタジオであ<ー>結構瞑想してたんですよ、うん、最近結構悩んでて、うん、でも多分いろいろなことをしすぎてって、うん、それを一気にやめて。うん やめた時にやっぱり昔からの好きな音にも戻った気がしたんで、えーうん、出し方っていうその好きな音時々だからその時々によって変わったりとか,なんかそか瞑想してたんですよその求められる音と出したい音とがいろいろこうごちゃごちゃになってて自分がしたい音がちょっとわからなくなってたんですけど結局は自分が好きな音を出す方がしっくり くるもう分かるよもう分かるよその嫌なんですよ自分の好きな音じゃない限り「うん」って多分弾いてても気持ちよくないしでもそれ自体が分かってなかったちょっと迷走してたんでうんアーティストっぽい真面目うんそれをちょっとまた感覚がちょっと分かった時にうん 好きな音ってやっぱあるな、うん、あるなっていうのに気づきました今更ながら今更ながらはいねあし日ライブやもんな <laughs> 明日そうですねあ来てくれたらその、はい、今自分の頑張れちゃんが好きな音をガンガン出す頑張って出します,出しますねはい、はい、えー、ありがとうございました <laughs> スミリーですね <laughs> はいえー これね、身があるの島まこうですよ。こいつ。こいつ。今日はラジオに行けなくて残念です。<laughs> 次、次な、うん、一人でラジオ頑張っているやろうと思いますが、多分。うんうん、あ、これはあれか。俺にじゃなくて、あ、多分、え、一人でラジオ頑張ってる。うん、で、頑張ってるやろうと思いますが、うん、っていうのは多分これ頑張れんじゃんに向けてあ。私にはい。以前に得意な。<laughs> 渾身の一発ギャグがあると聞いたのですがぜひ披露してくれると嬉しいです何卒よろしくお願いしますそれちょっと待って楽しみにつけてますね <laughs> 何れいやこれがんばりちゃんにゃ <laughs> 俺が最初これ読んだ時にさ俺に向けて言ってんのかな <laughs> 違う,もう、ね、違う,違う <laughs> <laughs> そんなあんの私よよよった時に振私私ってるんですかそれはジャックさんも いやこれどっちにもテレビやろなこれ多分俺は一人でラジオ頑張ってるやろうと思いますがってこれどっちにもさ言えるもんなうん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 んう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 んねえやらんといたろうかなんかあんのなんとなくわかるんですけど違っても嫌やしないやギャグとかじゃないんです私が勝手に。 ものまねっていうかはいはいはい私あの吉高由里子のものまねをたまにするぐらいそうビにピアスあそう同い年なんでしょあそうなうん CM とか見た時にやるぐらいででも絶対しないですよあ制教えへんのやってよ吉高由里子やってよ吉高由里子のだって一発芸ってないでしょうん、喋り方ああでもそうかもしれないです

かめっちゃ可愛いかと <laughs> めっちゃ照れながらそう <laughs> あれ CM 流れるために私やってたんで多分それやと思うんですけど、はい、ハイボールとかよりうん,うん、うんうん、違ったらちょっと分かんないけど <laughs> <laughs> 身があるからいじめられてるんだよ <laughs> <laughs> これださっきだ <laughs> カラタ言ってましたもんね。<う>うん、で、これな、完全に渋谷動くんだな、俺に向けて言ってんのが、ネタ振ってきたんかな思って、これ、ラジオのその手前にさ、え、俺、一発ギャグなんかなかったぞと思って、<laughs> えぇと、えー、思ってめ、めっちゃ頭悩ましとったもん、俺。やらなあかんのかなと思ったもん、俺。うんうん、ななんかないんですかなんか、あの 出ためっちゃ振られたあんな,な,なんやろなんやろほんなら何、うんえー、やろ絶対受けへんやんこんな空気でな <laughs> 俺この一発ギャグなんかする原因じゃないもうないということをあの全世界の YouTube であ聞いてる人でも思っててくださいよ。<laughs> <laughs>

ああそういうこと。ボンジャビジョビジョビっていうやつ。次行きます次。おい。あと寄ってきてるぞ。このこのあれやぞ。ベース寄ってきてるぞ。アウト。アウトで。はい。いやこんなもんかな。でもねあの来てたよ。ちょっと待ってな。はい。ええ。 ちょっと待ってや俺事故ったやん、うん、耐えられへん <laughs> それ島子のせいですねうんまやうん、うん、明日あの明日何か,かソフトドリンク奢ってもらおう,う、うん、ああぜひ <laughs> <laughs> はいえー、サダディからも来てるよあ はい。ジャックさん、お久しぶりです。今日は行けずにすみません。うちの爆弾がやらかすと思いますが、いい具合に。爆弾ってえ、いい具合に、くるんであげてください。くるんで。ウミガメ最高だ、ありがとう。やらかす。早速、もう、俺なんか私、やらかしましたよ。いや、今、俺に、もう、それもあかん。取ったのがですかいや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 。大丈夫私は全然やらかしてないです。はいはい。 えだかしてない。まだ全然大丈夫です。はい。えこんなもんかな。うん。はい。はい。D 来たら良かったのにね。d さ、俺めっちゃ好きやねんけどさ、あのあの人なんかちょっと蓮に構えるやろ。うん。そうですね。うん。なんかあのめっちゃさそういういろんなこと喋りたいのにさなんか。 あのー、っもったいぶるでしょ。もったいぶるのかな、うん<ー>ちょっと腹立つもんね。<laughs> <laughs> あのー、そうそう、さなに、しゃべりたいから、ちょっと今度なんか、うん、でもさ、うん、俺がさ、うん 身がある全員お酒好きやんか、うん、俺がまず飲めへんのよねうん、うん、そこでねなんかちょっとあれ俺は,の俺は飲めへんけど飲む,、うん、飲む人大丈夫な人やからうん、うん、そういう場にはいけんねんけどね、うんうん、なかなかね飲んでない方がみんなどうなろう思んないんじゃないですかねそうなの 私飲んでなかったら超真面目な、ただのレイちゃん。ただのレイちゃん。ただの可愛いレイちゃん。可愛いレイちゃん。なん。自分で言うと自分で言っていく。やった方が面白いんじゃないかなって思ってるだけで、わかんないです。あんま覚えてない時は覚えてないし。D は多分酔うと、いい、なんか、な、なんやろ。ちょっと、しつこい。 <laughs> <laughs> うんうんめんどくさくなる本当とに <laughs> 島田は暑くなるしうん暑い国の人やから暑い暑くなるし、うん、D はめんどくさくなるしうんそうもうしんどい <laughs> しんどくなる。うん、わー、しゅうしゅうつかなくなる。<laughs> まずみる、え、そういうこう回す人っていうか、そういう人は誰がも役割な。あ、でも最近はしまこかもしれないです、ね。<ー>はい。う<ー>ちゃんとしてる風。うん。風なだけで。あれ、うん、何か、お、音変やったんかな。な、うんか。よ、<laughs> あれ、聞こえ、多分聞こえてるでしょうね。うん、今ね。うん。うん もう局長が覗き見たんでちゃんとカフ上がってんのかなとかちょっといろいろ上がってますね、うん、はいはいえあ、ー、のそのライブはまずえまずーメレーです、はい、そうですねはいえー、前の、えー、ライブから結構空いてんのよね七、はい、7か月ちょうど7か月ぐらい空きましたうん、うん 実はなうんなんここまで開くと思ってなかったのが多分、うん、一番の本音、ねうん、ちょっと休憩しようか、うん、休止しようかぐらいの感じで、うん、じゃあここまでちょっと思ったより開いちゃって私自身も結構不安やったんですけどうん、うん ちゃんとした理由でなはどうなんでしょうね。あのなんていう子供まあ何それそれはさそのメンバー同士で話し合って休止にし改めてしてるっていうんでもないんやろ。ちょっとちょっと休憩しようかぐらいのなんかどうしていくか考えようかぐらいの。ほうほうほう。それって結構ドキドキするよね。うんうんそうだから最初の一ヶ月二ヶ月ぐらいはずっとライブが続いてた。うん のが急にパタっってなったから、うん、私自身もどうなんねやろうみたいな不安はあったんですけど、うんうん、それ以降あんまりないというかもう待つしかない待つしかない <laughs> 待つしかないあのー、おちょっと俺の話やんねんけど、うん、俺漫才昔やっててねうん、うん、スタミナ・ジャックっていう,うん、うん、そこが由来で今もヤマイナ・ジャックっていうんだけど、うん、スタミナ・ジャックっていう漫才やってて神戸でね、うん あのイベントがあって、うんえー、その神戸でイベント終わって、二人で電車乗ってて、うん、でだか深、えー、海地っていうところでやってて、そのままかーって帰ってきて。うん、で バーで俺は南海高野線の方に行って相方は奈良に住んでたから近鉄な感じでそこで「お疲れ」って言って「お疲れ」ってでもその時にあこれなんかちょっと終わりっぽいなと思ってその時になんか変な変な合間でなほんまに「お疲れ」って言って向こうもあ「あお疲れ」って言って。 別れたっきりもう20年。え、そうなんですか。うん、そう解散しようかとかいう話もないね。へえー、えー、20年経っちゃった。えー、ううめっちゃ怖い話じゃない。<laughs> やめてくださいよ。<laughs> <laughs> <laughs> また始まるところ。そ <laughs> れ <laughs> だから俺らももうまた始まるかもしれんけども、分からへんけどね。うん。でもなんかそういう。 いやでも改めてなんか解散しようやとか言うのも恥ずかしいねんな、うんうん、そう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 、うん、そうそうそ,うそんな経験があってねでも7か月でよかったね、うん、はいよかった <laughs> よかったですねええー、明日何番メディアもねはい是非、はいうん、来てください19時18時半オープン,ープンですはいぜひぜひ、はい ね。で、右が、だから、仕事とかある人も、右があるはちょっと出番遅いねんな。はい。最後、最後です。そうそう。だから全然、間に合うと思うんで、ぜひ、頑張れ、ちゃんとかね、見に来てほしいなと思ってますね。ぜひ、お願いします。お願いします。はい。はいあの、ま、ま、ライブズではあれやけど、その、こう、お終わってる時になんか、喋りかけてもええのなんか。全全然然 大丈夫ですはいいや俺俺じゃなしその、はい、大丈夫大丈夫はいはいはい、はい、全然大丈夫ですはい、ね、いや俺,俺話しかけてほしいです話しかけてほしいはい面白いうん話しかけられたい話しかけられたいはい <laughs> <laughs> 話しかけてほしいです いやあのー、レイちゃんとはさ仲良くなれてさ、うん、いろいろ、うんね、遊びに行ったりもしたことあるけども一つね俺ね、あのー、<laughs> ミリガールのライブでね俺タバコ吸うから、うん、いつもこうラ,イラ,イライブの合間にバーっとこう上がって喫煙、うん、所みたいなとこで吸うんだけど <laughs>、うん、その時にね絶対ねそのライブを見に来てるお客さんで、うん、一人めっちゃ可愛いい子おんねん。 うん、あれ誰なんやろうって思ってあのねだから言うてるやん俺あの BR ってサブカルっぽいから、うん、お客さんの中で俺が好きなこの「ハードコアチョコレート」っていうコアチョコの T シャツを着たお兄さんとかもいてんねうん,うん,、うん。 <あ>うん、やっぱり分かる分かる、通じるよねって思って、うんうん、で、それの人には、うん、あ、小八方好きなんですかって俺喋りかけたことがあんねんけど、うんうん、で、向こうも違うライブハウスで、この前喋りかけてくれたジャックさんですよね、うんうん、言うて、うんうん、喋りかけて、だからそういう交流ってファン同士でもあんねんけど、うんうん、あのー、一人な、可愛い、可愛い、女性がいてんのよ。かわいいみんな可愛い,いからな。お客さん。<laughs> お客さん、うん、その人にちょっと喋りかけたいんやけど、うん、あれあれね明日いるんかななんかねしかもメレでよう見んねん俺その人メレーでかわいいなんかちょっとパンクロックチックなファッションしててんか俺間違いかもしれんけどちょっと黒っぽい感じのね好きに入ったりとかしてたかなうん,うん 誰だろうね、っていうようななんかね感じの可愛い女性がいるのを、えーね、俺はあのいつもねあの楽しみにしてあ来てるのかな,なバンドマンじゃないんですかねその人がいな,いのかな。バンドマンやったらでもあれ誰々の人やなって、うんうん、俺も思えるんやけど、うん、思われへんっていうか身があるの女の子のお客さんうん あんまいないですねこれ俺の妄想説っていうのも出てきてんだけど誰やろだ挙手してほしいですね明日もしあのもしかしたら私ですっていうのも求め言うてきてほしいしあの俺が気づいたら「うんちゃんあの子あの子」って言うわうんすっごい気になる私がジャックさんが言ってたあの可愛いお客さんですって そうそうそう。そうそう言ってほしい <laughs>。うん？なんか黒っぽいスキニーとか履いてたような気がすんねんな、なんかな。うん,うんうそのーマンじゃない<そ>っていうのが余計難しいですよね。その背も高くない感じかな。さっきのこうですか？え？そうそうそうの俺が思ってる人は、ほんでそのあのサブカルの T シャツ、あとコワチョコの T シャツ着てくえ。 てた、に、お兄さんと、ちょっと喋ってた気がする。だから、多分顔見知りなやと思う。すっごい気になるけど。全然わからない。全然。全然わからないけど、女の子で可愛い子はいっぱいいるんで。うん。うん。ね。挙手、挙手性じゃないと。うん。みんな可愛いから、わかんない。特にでも。でも、あれよ。 いちゃんも私私でって手あげるタイプやもんなうん行く行く <laughs> <laughs> もう自分から言っていく <laughs> 私私うんうるさいじゃっても,もう自分からこう走っていくうんうんめっちゃめっちゃよかった山あれちゃん喋ゃれるもんな、うんうん、酒飲んだらな うんいや飲んでなくても喋れる喋れますよ <laughs> 前あれおもろかったなあのおもろかったなっていうか<な>あの怖い怖い何何何怖い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 あのー、前さなんか、うん、あれ何やったかな <laughs> 何の<時>、あのー、え <laughs> 何の時かわからん <laughs> いやあのここう なんていうかな、れいちゃんと仲良くなって、あ遊びたいなと思って。うん、でああ、あの、俺も、もうおじさんやから、誘うの、ああ、でも、勇気出して、そうと思って、誘って、<laughs> うん、ご飯行こうって言って。うん、ご飯行ったやんか、うんうん、で、その後、俺、俺、な、な。うん、別にカラオケ好きじゃないね、うん、俺。カラオケ行った時ですか,か,そうか。カラオケ好きじゃないねんな。<laughs> うんうん、だけど、なんだなぜい。レイ <laughs> ちゃんとなカラオケ行きたたいっ思そうほんで「ちょカラオケ行けへん」って言ったんやうんはいうんで俺そんなんないねん自分のその嬉しいですそうほんでカラオケ行ってほんならお互いそうカラオケあんまり慣れしてないっつったわけレイちゃんもあんま行けへんねんな最近行ってないですねうんうん よう考えたら、まあ、年齢差もあるし、これ何歌ったらいいやろうって思って、<laughs> お互いなんか、曲に迷う時間がすごい長かったやろ。ね、あの、あの、なんていう変な、まあ、面白かったよ、俺、うん。ああ、そうなんですか。<laughs> そうそうそう。ほんで、んで、あ、すうやって、うん、あの、もう、 銀乱ボーイズやって思って、俺好きやから。ほな、うんまあ、レイちゃんも銀乱ボーイズやったらわかるって言うから、ね、漂流教室と一緒に歌ったな。あれ面白かったわ、俺。それがレイちゃんとの思い出かな。<laughs> 一番最近だ一番キンキンのえー、漂流教室を一緒に歌ったっていうのが、うん、あの、なんか、思い出 <laughs> <laughs> 一曲、一曲ですね一曲やなうん <laughs> そうんうんあ、ほんでああ、あれ、レイちゃんがさ、あの、うん、俺にあ ちょっとこう俺に合わせてくれたんかなと思ったんがさあのな何あれスパークスパーク歌ってくれたああ「イエモン」「イエモン」「そうそうでも「イエモン」は俺の世代俺の世代よりもっと下やねん多分まあ有名な歌やからもちろん「ラブラブショーとかあの辺は知ってるしスパークも知ってるけどだからうれしい合わせてないです私はそうな自分が歌いたかったそうです 合わせる、合わせるなら誰やろう、わかんない、うん、合わせて誰がわかるさっき、あの、があの控え室の方でさ、うん、ちょうどあの、ラジオ、あの、うんうん、前番組のラジオのさ、うん、あの曲が流れてきとって、うん、あの、<laughs> 奥日田母嬢の、竜ュ也の奥日田母嬢が流れてきてて、うん、レイちゃんに、当たり前やけどこれ知ってるよ言ったら全く知らん、うん、って全然知らんかった <laughs> 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 そり<ら>ゃ「竜哲也知ってます」びっくりするけどなそうそう昔流行った歌があってねっていう話から、うん、なんかあの俺今日こうあっちこの「たけしの挑戦状」の T シャツを着ててでなんそれ何ですかよかな「たけしの挑戦状」っつったらなんか次、うん、ファミコン世代じゃないのにファミコンやったことがあんねんなうん、うんうん、持ってました何やってたあのー。 サンマのめっちゃやっってました <laughs> むちゃ幼い頃じゃそれってあそうそうですもうバブーの頃じゃないの何ですかねでもめっちゃちっちゃい時にそれずーっとやって、うん、そっからのスーファミのみたいなあそうなんやうんあでなんでだからどっちも持ってたかもその時が持っててんな,なんかでスーファミの後に勝ったんですよ多分 あだからちょっとレトロブームみたいなんがい,いやでもそううそうん六歳とかそんなんやったと思うんですけど一番最初に勝って覚えようやってたんはスーハミないやろスーハミですはい「ピョピョ」とか本当、うん、そんなその前やからなそのうん、うん、あのねえー、そうそんな話聞いとったら、うん、俺らが「 欲しかったあのディスクシステムと一緒になったツイオファミコンを持っててんな黒いやつ黒いやつあれはあれめちゃあの金もやわって言われる黒いやつから黒いやつとスーファミからですカセットと裏フッとやってフッとやってました そんなまだ知ってる知ってますよ共感できし共有できるあれやねんなああそうなんやそんな頑張れいちゃんの率いる身軽のあんまりバンドの話してないただのレイちゃんできたんで今日そう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 ねえはいいやでも あのーしま、前はさサナリー来てくれて島子、はいうんね、がさ島子くんがまだ来てくれてないから、うん、そうですね私だけしか来てないですねまだ,ねま,だねまた島子くんも呼んでね、はい、熱い国のお話をしてもらおうかなってどんな熱い話、ね、してくれるか楽しみにはい、うん あちょっとあれふっとこう明し島子あれやで島子くんあの一発役してなライブあ、M、MC でね <laughs> MC で仕返し MC で MC でしてないうん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 大体全てるイメージこれ島子くん今聞いてなかったもサナディがちゃんと伝えてね <laughs> 聞いてたら <laughs> 仕返しやからっていう,ことうん、うん、私も言っときます、ね、言っとってはい、はいね、<laughs> うん 言っときます。がぜん楽しみや。明日、そう、明日ジャックさん来てくれる。あ、行きますんでね。はい。うん、えー、ぜひぜひ。そう、皆さんも、あの。えー、十、もう繰り返し言いますけど、十八時半開。はオープン。はい。ね。十九時二十分スタートです。はい。えー、いろんな、ね。他にも、あ、面白い、え、かっこいいバンドが出ますんで、はい、ぜひね、はいえー。来れる方はできるだけ早く来て。 はい、一緒にライブ共有してね、うん、楽しみましょうということで、うん、えー、頑張れちゃんありがとうございました。はいえー、最後、あの、ミーガールの曲かけようよ。あ、はい。どっちがいいあの、1曲目、2曲目。2曲目の方で。はい、これ、あれで、あの、曲紹介じゃしてくれんよね。はい。はい。まあ、あのー、ね、え 最初は不安がってたけど、うんうん、楽しかったでしょうん、はい。良かった。また来てく、ま、れますかはい、はい。<た>いいと思う。ま,ううううまた来てくれるかないいと思う。是非 <laughs> <laughs>、是非またよろしくお願いします。<laughs> じゃあ、皆さんまた来週、生きて会いましょう。<laughs>